行く気運 TBAB でいい。あるYouTube。はい。今日皆さんにご紹介するのは、僕の大好きな中野の焼肉ランチのお店、焼肉ホルモン焼肉円さんの全プレ、言えば全員にプレゼントしてもらえるうちでの赤もつ煮込みです。トゥルン、ちょっと該当しちゃった、軽くね。まあこれからこれを一食で食うにはちょっと多いかな、 300g。 うん、まあ半分とご飯と、な、足りなきゃちょっと納豆で稼ぎゃいいでしょう。ご飯はこれの文言がこっちにあれする。2021年春の新作がもつを甘辛くじっくり煮込んだ赤もつに、うめそう。すでに通販サイトでリピート注文が多いうちでの赤もつ煮込み、店頭販売で350円だけど、ご来店いただいた LINE 友達、私ホルモン焼肉中野店ね、LINE 友達にして、なんかいろいろお得、本当に得だからしてるので、これ見せればもらえるっつってもらえたの。まあ、350円もらうっていう、熱いよね。100円何かを割引とか、ちょこちょこなんか他の店とかもあるけど、大盛り無料とかで、刻みネギを添えておつまみにしてもよし、僕はあったかいご飯に乗せてごまたを落とすで、うん、一食丸々いったろうかと思ったけど、今も言ったけど300は多いな。僕あんまご飯とホルモンっていけない方だから半分で、また半分夜食うかなんか、そういうこと。完全に準備してみたいと思います。はい、できました。ご飯とごまた、もつ煮込み、赤もつ煮込み。やっぱご飯にかけるのやめる、おかずで食う。おさえの納豆。ネギはこれだな。もうちょっと卵溶いちゃっていいんじゃない？知らんけど、卵かけご飯ウィズみたいな感じ？知らんけど、大体でいいか。行ってみたいと思います。うん。うん。美味しい。僕でも食べれるもつ煮込み。普通のもつ。白もつって書いてあった。蜂の巣とかレバーとかいろんな他のもつは気持ち悪いんだよな、僕。しくしく。うん。うん。うまみ。うまみ豆腐。豆腐じゃないけど。うん。うん。うまみ。これタダでもらえるってやばいでしょ。やったね。2回3回ももらえるのかな。お一人様1回までなんて書いてないから、またもらっちゃおう。うめい。赤いけどもっと辛くてもいいな。
うまい。焼肉塩さん最高、感動した。登録してね。